吉子坪ぼうちよしよしは、昭和期の女優。東京市小石川区白山五店長に生まれる。牛込高等女学校卒業後、銀座の有名カフェの女給をしているところをスカウトされ、1932年、松竹蒲田撮影所に入社する。1933年、野村かおる監督の涙の渡り鳥で、竹内良一の相手役に抜擢され、映画デビュー。 続く、島の娘でも主演し、人気スターの仲間入りをする。その後、島津安二郎監督のおことと、佐助、小津安二郎監督の浮草物語などの話題作に出演し、その美貌が人気を集めるとともに、1935年には幹部に昇進し、名実ともに小畜の看板女優となる。芸者、若奥様、気が強い役からコミカルな役まで、 何でも器用にこなし、大船映画では、助演に回った。戦後は、フリーになり、脇役に徹し、坪内美恵子と改名し、太陽の季節で、長戸博之が演じた、主人公の母を演じるなど多くの作品で活躍した。また、人気テレビドラマ、事件記者では、飲み屋の女将を演じてお茶の間の人気を得た。一人息子、飯田町子と坪内よし子。ありがとうございます。